を始めたきっかけは、ゲームギアっていう携帯用のゲーム機がありまして、それに謎鏡っていうのが、たまたまおまけでついてまして、それが、始めたきっかけですね。学生の頃ハマってたところは本当に一日中徹夜とかして時間を忘れてもうプレイしていたっていうこともありますし、意識的な部分っていうのは大きくは変わってないんですけど、選手としてプレイヤーとしての代表という意識は強く思いましたので、そこでやっぱりもっと見せていきたいっていう気持ちは大きくなりました。これからも、見せるプレーっていうものを続けていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。